でございます。私の方からまず1点、本日の閣議の前にですね、日韓問題に関する関係閣僚会議で、開催されまして、査定方針について、了承されました。これによりまして、最終的にですね、昨日のご報告した通り、東部電力の規制部門の値上げ申請、11.41% は約333億円の原価削減により、8.94% 程度です。また、四国電力の規制部門の値上げ申請、10.94% は約131億円の原価削減により、7.80% 程度。北海道電力の規制部門の値上げ申請、10.20% は約136億円の原価削減により、7.73% 程度の圧縮となります。本日、東北電力、四国電力、北海道電力に対して、申請内容を査定結果に変更するよう指示を行い、指示通り修正が行われていることが確認できた段階で、要求認可を行いたいと思います。よろしくお願いします。幹事長、お願いします。疑問があります。来週 TPP に関してはどうですか？日米軍に関してどうですか？8月の7日から9日にかけましてですね、東京において自動車貿易、そして非関税措置に関する米国との並行交渉の第1回の会合が開催されている予定であります。本件交渉は我が国の TPP 交渉参加に関する日米協議の結果、TPP 交渉と並行して行うことを決定をしたものであります。並行交渉では、TPP 交渉における、議論を踏まえつつ、強い交渉部分を持って、国益を最大限に実現するよう、全力を尽くす考えであります。おそらくこの TPP のこれからの交渉、マルチの場での交渉、バイの場での交渉、これはアメリカに限らず、さまざまなですね、交渉というのが出てくるのではないかと思っておりまして、守るべきは守る、攻めるべきは攻める、基本方針に沿いながら、バイの交渉、マルチの交渉をしっかり進めていきたいと思います。現在、知事の方からですね、面談の予定というのはございません。現時点においては、県と事業者、そして県と原子力規制委員会の間で、原発の安全性に関するやり取りが行われているのでこのように承知をいただいております。まず、当事者間でですね、しっかりと議論を進めていただくことが必要だと認識をいたしております。政府としては、事業者が安全性向上に向けて取り組みを行った原発について、原子力規制委員会による安全性の評価、確認がしっかりとかつ速やかに実施されることは、安全確認の観点から望ましいと、このように考えております。一方で、実際の再稼働にあたっては、一自治体と関係者の理解を得るよう、努力をしていくことが重要でありまして、当然の対応も必要でありますが、国としても事業者任せに進むのではなく、しっかりと説明を行っていきたいと考えています。各社お願いします。7月31日、先日原子力規制委員会で田中委員長が結構踏み込んだことについて、このことに関連して質問いたします。汚染水の問題というのは大変深刻な事態であるという認識でですね、少しこう踏み込むかもしれないけれども、本来の委員会など、NHO も含めてオールジャパンで取り組んでいただきたいと思っておりますということを言っておられます。前回の記者会見でもこの対応については汚染水に関しては大臣に言っておられますが、この田中委員長の発言などをどう受け止め、これ実際このその後ですね、何か新しい会合、一緒にやるということができるかどうか分かりませんが、そういう新たな
経産省としての動きが出ているのかどうか、これが第一点。ちょっともう一つですね、いろいろトラブル続き の東京電力の実態をですね、やっぱり野田政権の時にだった就職制限そのものが間違えたんじゃないかということで、工程表の見直しを含めてですね、やっぱり根本的にやっぱりこう検討した方がいいんじゃないかという、撤回した方がいいというふうに、それ、強い指摘もあるんですが、これについてはどうですか。まずですね、福島第一における水の問題、これは深刻な問題だって、このように考えております。汚染水の海洋放出についてはですね、中小企業のロードマップについて、海への安易な放出は行わないということとしており、これを前提にですね、廃炉推進対策会議の汚染水対策、処理委員会においては、汚染水の発生を減らすための、地下水の、流入抑制についても、検討を行っていることでありまして、ここには、原子力規制に、規制庁からもオブザーバーとして参加をしていただいております。一方でですね、今般原子力規制委員会が設置をいたします、汚染水対策、検討ワーキンググループにおいては、海洋流出の経路の分析、流出防止策等を、議論すると伺っておりまして、資源エネルギー庁からもオブザーバーとして、参加をさせ、一体的な取り組みを行っていきたいと思っています。少なくとも私が就任してから、この地下水の流入の問題、そして汚染水の防止の問題、そして海洋への流出を防ぐためにですね、遮断壁の問題、等々については、相当ですね、議論を重ね、また対応を加速するようにですね、促してきた、このように思っています。そういった中で、さまざまな問題がまだ続いているということについては、遺憾な思い、これを強く持っておりまして、さらにですね、こういった会議を通じ、しっかりした対策取りを東京電力にも促していきたい、このように思っています。そして、2つ目の質問でありますが、2つ目の質問については、何度も国会で答弁した、そのとおりです。はい、共同通信の井川です。先ほど値上げについておっしゃってもらいましたけれども、東北、北海道、四国の電力利用者にとっては、負担増となるわけですが、大臣からこれら電力利用者に対して伝えたいことございますでしょうか。これからもですね、9月の1期の値上げということになるわけで、できるだけ丁寧にですね、新しい料金について説明することが大切だと、このように思っておりますし、特に被災地につきましては、できる限りのですね、配慮した3段階の料金設定に対する拡大、向上も行っているところであります。もちろん、電気料金、それは国民の皆さんにとっても大きな負担となる問題でありまして、今回もですね、この、値上げ申請については、本当に各事業者がですね、効率的な、経営改善を行っているか、厳正に審査を行った上で、できる限りの切り込みを行ってきたと、このように思っております。少なくとも前政権と比べて、相当な努力をしてきたと思っておりますが、こういった問題が、経済に対する、悪影響が出ないよう、今後もですね、同行等は収集してもらいたいと考えています。値上げに関連して、やはり燃料費の相関の確認があるかなという話題を申し上げますが、政府としてもすでに実施、燃料費の引き下げに向けて実施しているところもあると思いますが、そういった現状と今後さらなる対応などについてどうか。ごめんなさい、質問の意味は燃料費引き下げに向けての政府としての現状の対応と今後さらに対応でしょうか。様々な対応が必要だと、このように考えておりまして、以前から申し上げているところでありますが、一つはやはりですね、エネルギーのエネルギー源の多様化を進める、そしてもう一つは調達先のですね、多角化を進める、さらにはウクライナにおいても、電力の抜本改革を進めるための、電力システム改革を進める、こういったさまざまなですね、取り組みを通じて、できる限り、今燃料費コスト、これが年間で 3.8 兆円、上昇しているわけでありますから、これをですね、
取り組みを規制できるように、まあ、そういうですね、最大限の取り組みをしていきたいと思います。NHK の東と言います。企業のですね、第1クォーターの決算が、まあ、かなり高くていまして、まあ、円安の効果でですね、かなり業績が上がってますので、ここでちょっとこう、世界経済を見渡すと、新興国の減速みたいなところもちょっと懸念材料みたいなことで言ってまして、まあ、この、まあ、少しこう回復してきたこの経済をですね、こう持続的に成長させるために、まあどのように思いたいかと、まあ、現状とともに、まあ、新興国を含めたですね、世界経済のダウンサイドのリスク、それは収集していかなければいけない、まあ、このように考えています。まあ、一方で政権交代以来、7ヶ月以上経つわけなんですけれど、少なくともですね、まあ、安倍政権として、取ってまいりました経済再生に向けたですね、取り組み、アベノミクスの3分野や、大胆な金融緩和、そして、機動的な財政運営、順調にですね、これについては実施されている。問題は3本目、まさに民間投資を喚起する成長制限ということでありまして、もちろん、まあ、この分野につきましても、規制の緩和の問題を含めですね、できるところから速やかな実施に移してきておりますが、まさに、このですね、秋以降の対応、これが重要だと考えております。さまざまな減税措置であったりとか、また大胆な規制緩和であったり、事業の再編、そういったことも含めてですね、今の日本経済の体質を改善していく。つまり、過小投資の問題、過剰規制の問題、そして過当競争の問題、これを抜本的に、改革をしていく。このことが日本経済をですね、民間主導の継続的な成長軌道にするために何より重要だと思います。単なる個人の判断、ということではなくて、やっぱり政治的判断が必要かと思います。これについては大臣どう思うか。これも個人の判断。私は参拝の予定はありません。それ以外の全体のやっぱり日本の政治のやっぱりイメージダウンとかいろんな問題、大きな問題があると思うんですが、それについては先ほど答弁した。共同通信の太田と言います。汚染水の問題で個別の対策も一緒になって考えていくということだと思うんですけれども、東京電力の情報提供の姿勢がですね、不十分ではないかとか、田中委員長も東電に危機感がないんじゃないかという批判もされているんですが、その東電の姿勢というものに対しては大臣自身どのようにお考えでしょうか。今回の事案も含めてですね、自己処理にあたって、東電の対応、そしてまたそれに関連した情報公開について遅延とさまざまな問題があり遺憾だとこのように考えています。今後ですね、東電が一体となって情報を共有し、そしてまた必要な情報については速やかに公開する、このことを強く求めたいと思います。よろしいでしょうか。それでは終わります。
。